弓と矢で矢の持ち方には2種類あります。武者系、霊者系。これが霊者系は出して持ちます。武者系は矢尻を隠して持ちます。これはすごく難しいです。初心者にとっては難しいので、私は霊者系の持ち方、そして足踏みは一足開きというものをお勧めします。最初は大変ですけれども、慣れたらこの方が、出してる方が自由が利くので、後々楽になります。このやり方も2足で開け、足は2足になります。この持ち方をするとだけど、こうして羽が開いてしまったりすることが多いので、2本の方が、出した方がその時の鳥弓の姿勢、この時にこうやって持っていくんではなくて、このまま受けるようにして持ってきます。そういう時も鏡に向かってこの状態のままぐーで、これがどうしても弓が床から10センチ、矢と横から見ると矢と弓が一体になって、矢尻は弓の矛先のと一緒になって、このそしてここの手をちょっと浮かしてください。くっつけてしまうとこうどうしても自由になってしまうので、自由じゃないです。これは鳥弓の姿勢で自分に覚えてください。体に覚え込ませてください。これ筋トレの一つです。ここにくっつけないで受ける、こうしない、こうしない、受ける、受けてる、この状態で入場退場するわけですから、特に入場ですよね、するわけですから、この鳥弓の姿勢、これが一番大事です。美しく見えるように筋トレしてください。